はい、どうも、今回紹介するのは、長谷川の JTCC BP トランピオシビックですね。これご注文いただいたから、方から教えていただいたんですが、この BP っていうのは、ブリティッシュペトロリアムの略だそうです。全然知らなかったんですが。で、ほんとね、昨日おとついくらいなんですけど、ツイッターの方を見てたら、この BP、カストロールは BP の一ブランドっていうことをね、初めて知りました。そういうのがタイムライン流れてきてて、へーっていう、まあそういうこともありましたが、ですね、この JTCC のフェリーをですね、これ、限定再生産みたいな感じでね、このリミテッドエディションっていう風なんですが、まあ一通り再販されたのかな？先月のね、ドリキンの、なんだっけ、シビックのフェリオ。あれが多分最後だったかなと思うんですが、これね、一応検品してた時に気づいたんですけど、ホイールが全部共通なんですね。その JTCC フェリオ。だからこの写真見てもらうとわかると思うんですけど、形状違うんですよね。なんかこの辺が残念だなーっていうことを思いますね。まあ、なんか別のところから持ってくるしかないんでしょうけど、レーズこれだと、プリメーラ、カルソニックプリメーラタミヤのやつですね。あの辺が形状近いかなーと思うんですが、カルソニックプリメーラね、再販される予定がないですが、プリメーラもね、作ってみたいんですけどね。で、まあ、いつも通り一式になってて、で、やっぱり、こう、折れてました。これはもう仕方がないと思ってください。もう、前もね、お話しましたけども、なぜこのランナー形状にしたのかわかんないんですけども、うちに届いた時点でこれになってました。もうちょっとね、というふうに思うんですが、まあ、これも金型がだいぶ前のやつなんで、あともう一つなんですけど、これね、この BP ロゴと、JTCC とかのゼッケンとかジッポーロゴとか、これがですね、この緑色のところに印刷されちゃってるんですよね。で、まあ、このホンダとかレイズのロゴとかもそうなんですけど、前、ジャックスシビック作った時に、ジャックスシビックだとその塗り分けをね、塗装する人用にこの、境目の何ですか、ギザギザのライン、あれが別で入ってたりとかしてたんですけど、これは残念ながらそういう風になっていないということで、ということは、この緑のところをデカールで貼らないといけない。でも、このデカール、正直ちょっと、あまり伸びない印象があるので、それがちょっとね、っていうところは思いますね。ここでね、こうやってね、例えば塗装する、まあ塗装しない人だったらね、いいと思うんですけど、ここのね、緑のところ、BP のこの緑色のところをですね、塗りたいと思っている方には、ちょっと、酷かなーっていうことを思いますね。バンパーもね、これね、デカールを貼り合わせないといけないわけですよ。でもここって普通だったらこう塗装しちゃいたいじゃないですか。だからやるんだったら、色をきっちり揃えて、ここのね、このデカールの、このロゴの部分をこう切り抜いて、貼るしかないのかなーっていう。でもデカールと色合わせるのはなかなか難しいので、そこを、どう、処理してあげるかが、このキットの腕の見せ所かなってことは思いますね。色はね、H の4、H じゃない、4番。ん？あ、イエローか。違うわ。バンパーとかはね、緑に、あ、前後バンパーの塗装指示がないですね。ってことは、ここで、白に塗ってデカール貼る？でもな、切れ目から絶対見えちゃうと思うんですよね。そこをどうするかが、肝かな、このキットに関しては。っていうことを思いますが。あと、ここね、給油口とか、埋めるように指示がありますけど、フロントのね、ナンバーの穴とか。これはね、前、まあ、フェリオは、カストロールフェリオのやつでね、組んでみたをやったんで、ああいう感じにすればいいかな、というふうに思うんですけど、
もうちょこっと車高落としたいんだよな。でも車高落とそうとするとタイヤ外径の関係でね、キットだとね、プラモデルだとあまり落ちなくて、っていうところはあるので、そこをどう攻略するかが、もちろん何も気にせずにね、普通にパッパッパッと組むのもありだと思うんですけども、よりその実車っぽいこの車高の低さとイメージを合わせようとすると、いろいろと手をかける必要があるかななんてことを思います。というわけで、ブリティッシュペトロリアムって言いにくいですが、BP トランピオシビックですね、紹介させていただきました。まあ、あと今んとこ取り寄せできるやつは、この間トヤさんに在庫確認した時にはピアとこれとしかないみたいな話だったので、だいぶね、数的に少なくなってきてるんじゃないかなと思います。まあ多分もう少ししたら限定再生産すると思うんですけども、まあ前回買えなかった人とかはね、まあなるべく早めにゲットしておいた方がいいかなと思います。定価がですね3600円となってます。ご視聴いただきありがとうございました。